はい、こんにちは。田中宮やです。私ですね、フリーランスで、ライター、リサーチャー、翻訳家、構成作家などをやらせていただいてるんですけれども、このチャンネルでは、私が普段目にしたニュースであるとか、私が普段生活していて思ったことについて、どしどし共有していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども、今日のトピックはですね、まあ、秋が、 どどんどん短くなっているなっっててていいいるうことについてちょっと雑談めいたお話になってしまって申し訳ないんですけれどもえお話しさせていただければなと思っています。えっと今部屋の温度がこの部屋ちょっとあの新しいえマンションなんでちょっとその気温が鉄筋コンクリート造りなんで気温が他の部屋よりも高いっていうのはあるとは思うんですけど 驚くべきことに27度なんですよね。半袖着てます。部屋の中では、えー、これでも、えー、十分、えーあ、寒くないんですよ。えー、今、半袖に半端なんですけど。で、外行ったんですけど、まあ、これを出す日は、まあ、そんなにいつになるかまだ決めてないんですが、 えっと、今、10月中旬過ぎぐらいなんですね。で、外行ったんですけど、まあ音、昨日かな今日はそんなに暑くはないんですけど、昨日ぐらいに僕よく散歩に行くんですよ。あのー、平日、えー、暇がある時は、その散歩に行って、なんか心を空っぽにすることによって、あのー、あ、次、明日はこのネタを話そうとか、えー、っていう中、 思考の整理とかに使ってるんですけれどもあのやっぱり歩いたりするとなんかこう気持ちが落ち着くというかあまあえ申し上げたように脳が整理されていくんであのマインドフルネスみたいな形になってどんどんその柔軟な思考になってアウトプットが降りてくるんですけれども、まあ、そこでその思いついたことをあの えー、携帯とかスマホとかにメモをして立ち止まって朝これ話そうとかそういうのがフッと降りてくるんですよね。仕事他の、えー、本業とかでも結構そのアイディアが降りてくるとかあこういった切り口あったなとか、えー、出てくることあるんですけれども、まあ、そういったのに使ってるんですけどね散歩で散歩してる時にその周りをよく嫌、まあ、をなく目に入ってくるんですけれども前の光景ってあの、まあ、歩いてる人たち、えー、あの 長袖着てる人と、まあ、10月中旬過ぎで半袖の人が、えー、年代問わず半々ぐらいに分かれてるんですよ。えー、で僕はもう結構寒がりなんで僕結構体がほ細身なんで分かる通り。えっと、まあ、それもあって結構寒がりなんで僕はその長袖に、えー、着て、まあ、1枚羽織り物をしていくんですけれども、まあ、夕方ぐらいなんでね時間も。 そのぐらいがちょうどいいんですが、まあ、それで若干ちょっと暑いぐらいかなと思ってて、ただ、その、まあ、それでも半袖の人がやっぱり普通にたくさんいらっしゃって、で、ふと思ったのが、あの、僕が小さい頃、まあ、それこそ小学生ぐらいの時って、10月ってこんな暑かったっけって思って、10月に、あの、もう10月ぐらいに入ったら、もう、 半袖着て登校してる子なんていなかった気がするんですよ僕がちっちゃい頃それこそその僕あの僕の小学校2時間目と3時間目の間に25分ぐらいの休みがあったんですねでそこでみんな各クラスが外に出てきて遊んでる子とかいるんですけれどもまさに子供は風邪の子みたいなイメージでで僕あの10月ぐらいになってまあ あの、外とかを見渡してみたとき、校庭とかを見渡してみたときに、その、半袖の子はほぼいなかったですね。僕の小さい頃。僕自身も長袖、ポロシャツ着て、投稿してましたし。で、半袖で、鉄棒の前でこう遊んでる子が一人いて、それ見て、え、10月なのに半袖みたいにめちゃくちゃ驚いた記憶があるんですよ。っていうぐらい、10月って、 そんな、こんなに暑かったっけって思ってて、結構その、木枯らしも吹いてきて、この10月の半ばとかになってくると、あの、そろそろ紅葉かなというか、紅葉が落ちてくる時期かなみたいに思ってたんですけど、どうやら、どん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 暑くなってきてるようで、 あの聞いた話によると聞いた話というか調べた話によると今後日本って秋っていう季節が消えていくらしくってあの夏と冬がこう夏がずっと続いて本当に短い秋が来てすぐに寒くなるっていうような感じになっていくらしいんですね温暖化が進むことによって。 で、その、なんでその今すごく秋がショーリンクされてきているというか、えー、短くなってきているんですけれども、っていう話なんですけれども、もう僕が大学生の頃とかも、まあ僕当時京都に住んでたんで、ちょっと盆地だからまた独特の気候はあったと思うんですけれども、まあ、10月ぐらいに、あのー、まあ9月の半ばかな ?10 月の初めぐらいにその半袖で、あのー、登校したら、 この時期なのになななのってんんか驚か驚れた記憶があります。なんでその20年ぐらい前も僕が大学生だったそんぐらい寒かったんですよ10月ってなのに今こんなに暑くなってていや本当にいやいもう温暖化が進んでるんだなと、えー、正直思ってますねあの日本ってそんなにヨーロッパとかと比べて欧州とかと比べてそんなに 気候変動の影響を受けてないとは思うんですけどまだそれともやっぱりここまで進んできてるっていうのは結構深刻なことなんじゃないかなと、えー、ふと思っていてまあえー、たといってもそのもう不可逆なものだから、まあ、それが人為的なのか、えー、自然の地球の、えー、活動の影響なのかどうかっていうのはまだ科学者の間も結論出てないとは思うんですけれどもまあその気候変動自体が起きていることは確かだと思うんで。 今後それをどう,にかどうしていくかってあの,あの秋が短くなることによってそのいろんな、えー、影響が出ると思うんですよあの,アパ,レあのアパレルとかもそうですダイレクトに影響を受けるのはアパレルとかですよねあの着る服のパターンが少なくなるじゃないですかそれは人によってはいいのかもしれないですけどもあんまりファッションセンスとかに自信がないこと人とか年柄スーツの人と,は、えー、とかま関係ないですしただそ,その 売り方っていうのを販売するには変えていかなきゃいけないんで秋物の服がないから秋物の服は用意する必要がないから売ったところで全然あの売れないってことになっちゃうからその秋,の秋色とか秋の流行とかそういったものが消えていくかもしれないしふと今話してて思ったんですけど読書の秋とか芸術の秋とか言うじゃないですか。ああいったのも消えていくんじゃないかなと思ったんですね。もしこのままあの…地球温暖化が進んでいくとしたら、その まあ、あのー、スポーツの秋とか言うじゃないですか。なんであのー、まあ秋が消えるって何かあんまりその大ごとに捉えない人もいるかもしれないですけど結構その考えてみるといろんな物事が変化していくんじゃないかなと思いますね。体育祭とかも秋にやるじゃないですか。春にやる学校も多いと思うんですけどそれもまさにスポーツの秋だからっていうことだと思うんですけれども。 あのー、それもまた変化していくかもしれないですね秋がなくなることによって。あともう一つ重要なのがこれって意外と日本人の精神性にすごく影響を与えるんじゃなないかなと思ってるんですよあの日本の精神性ってやっぱりその神道で「八百万の神神はどこにでも存在する」っていうようなで形のないもの。で日本って、まあ、それに付随して「 無常観っていうのがあるじゃないですか。で無常観っていうのはその、えー、まあ物事は万物はもう移り変わるもので、えー、全然一定ではないっていうような、えー、考え方なんですね。でその考え方だと思うんですけど私の認識が正しければ。えー、でまあそこには善も悪も存在しないしみたいな、まあ、のキリスト教とか、えー、イスラム教とかの一神教とかと違ってあの善,善と悪とかあはっきりしない。あの、まあのま イスラム教とかキリスト教はそういうのははっきりしてるんですけど、で、真理はただ一つみたいなことを言ってるんですけども、えー、日本の神道はそうではなくって、万物は常に千変万化であり、えー、まあ、善と悪も、えー、存在しないものであるみたいな。基本は存在しないものである。まあ、あったとしてもそれは、えー、なんか、えー、移り変わりによっ、えー、時代、えー、時が移り変わることによって変化していくものだし、みたいな。で、それは常に一定ではないみたいな。 考え方なんですけど、まあ常に東洋思想とかそんな感じですよね。仏教とかもそれに近いところがあると思うんですけど、まあ、えー、日本だとそこに四季っていうのがすごい加わってくるんで、 あのー、まあ四季があるからこそその無情感というかその何をしていても例えば辛い別れを経験していても人の死を経験していても、えー、辛い病気であるとかそういったものを経験していても、まあ、例えばそれはポジティブなことでもいいんですけどポジティブなことを経験していたとしてもそれは常に移り変わっていくそれはな季節が移り変わっていくからこそその日本人はそういうふうな、えー、考え方を受け入れる度量というか自然に受け入れてきたと思うんですよ。 季節が変化していいかからこそ、時の流れを感じやすすっていうんですかね。何をしていても時間は経っていくし、えー、季節は変わってあの、えー、時間は経っていくし時代は流れていくしっていうようなただその、えー、だただその中でその四季っていうのが一つなくなってしまうことによってその時間の流れとか、えー、物事が、は移り変わるものなんだっていうその精神性っていうものにすごく 影響を与えてててししまう気がしていいていすっごい長い目で見ればなので日本人のその大事にしてきた精神それが、えー、いいか悪いか今ここで評価しないんですけれどもそれが今後その時代が移り変わってあのまあ何年私たちの次の世代とかその次の世代とかまあさらにその次の世代とかってなっていくときにそのいった日本人が気づいてきた2000年かけて気づいてきた精神っていうのがどんどん、えー、まあ 原型をとどめなくなっていって、もしかしたらその神道であるとか、その無常感ってあるものが、あの、僕すごい大切にしてると思う、大切だと思うんですけど、この考え方って。で、真理の一つだと思ってるんですけどね。えー、ただそれがなくなっていくんじゃないかな。なくなっていくってことは、なんか、ちょっとした、えー、なんか、こう、悪影響が出ないかどうか、えー、私は危惧しているところでもあって、それがいい影響を及ぼすこともあるかもしれないんですけれども。 まあそういった形になっていくとまた日本のありようっていうものが根本から今後変わっていってしまうっていうことにもならないかなとふと思っていますなんかえーそう季節の変化季節がなくなるとかえまあそういったことによっていろんな影響が出るんじゃないかなとそのミクロな視点からマクロな視点まで捉えてみたんですけど。 いかかがでしょうかその日本ってあのこれ聞いた話なんですけれども四季を表すす言言葉がたくさんんあるんですね他の言語と比べてなのでそのまあ、僕も自身もライターの仕事やってるんで本当に季節をか反映する言葉とかによく出会うんですけれども本当に日本ってそのいろんな言い回し直接的な季節を表す言い回しあの間接的に季節を表す言い回しとかすごいいろいろあるなと思うんですけれども、えー、まあ そういったのが、やっぱりその、そういった言葉とかにも今後どんどん影響出てくるのかもしれないなと思っていて、今話しながらここまで思ったんですけど、まあ、えー、そういった形でその、日本の大切なものがもし、えー、悪い形で失われていくんであれば、あの、四季がなくなるっていうのは、えー、まあ一つなくなっていくっていうのはすごく、まあ悲しいことでもあるし、もしそれがポジティブな方向に進んでいくんであれば、 まあそれはいうことだなとは思ってるんですけれども皆さん、えー、どうお考えでしょうかちょっとまた抽象的な話になってしまいましたが、えー、お考えなどあればお聞かせ願えればと思います、えー、この動画をご覧いただきましてありがとうございました、えー、もし、えー、この動画が良いと思った方は、えー、高評価ならびにチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますそれでは